はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきましょう。ティティス原始林ですね。さすがちょっと北部だけあって敵がね強くて、あ、見えるけどあのねでっかい2人、特にねなんだあの草系のでっかいやつがね強いんすよね。一回戦闘するだけでヒールポーションをね使っちゃうんで、ちょっとこっち行けるけど、こっち行けるけど、まずはこっちの様子を見るか。なんで捕捉されないように戦闘していきたいけど、ほら痛い。ちょっとご利用していけるな、落車じゃなくても。そうヒットポイントがね低いんですよね。しかも早急バネみたいな、なかなか良さそうなものを持ってるね。こいつなんだよな、こいつ。とりあえず後ろを取って、これのね回転切りのねタイミングがね取れないんですよね。ほら、これどうしよう、一回帰ろうかな。こいつ倒したら回復しよう。宝箱があるね、宝箱を回収して敵対とこうかける3か。さすがにここでねヒールポーションを使うのはもったいないんで、回復して、でティティス原始林は立ち止まってればヒットポイントは回復するみたいなんで、ちょっとね時間はかかっちゃうかもしれないけど、こまめに回復をしながら行った方が良さそうなんで。あいつらいるね。てか普通の敵だったんだ、むしろ。こいつら、リコッタちゃんをさらった種類と同じですね。帰り討ちにして、こいつらは本当に強気だな。見たっか、なぜフラッシュムーブが出たのかよくわからんけど。落とす、よし。あーこいつら、ああれは竜の実みたいなやつじゃん。これ超重要ですからね、1000回復するんで。まだ使ったことないですけど、許さん前は。いたいたいた、300とかさ、やばくねえか。やばい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 、なるべくポーションを使わずになんとかしたい。いた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 、ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイっていうか頼む。いや来た来た来たね。よし、やった。ちょっともうこれは一旦回復させます。結構時間かかりそうだけど、とりあえず周囲を気にして、まあ周りにね敵兵はいないから、止血も回復するかな。しかも結構ね見づらくなるしね、瀕死になると画面そのものが。お、治った治った。あとはヒットポイントの回復を待つだけだ。防御がねやっぱりちょっと弱いのかな。そんなことはないと思うんだけどな。1回につき300とか食らうと、そうだよね、5回食らっただけで死ぬからね。敵対とこう回収して、まあここら辺はもう取ってあるか。おお来たか。しょうがない、ちょっとここのやつらをぶっ倒したらちょっと加勢しに行くか。ピヨってんな。ああ、あの宝箱はちょっと回収しておきたい。あの宝箱を回収してから行くか。痛い。310、317。痛い。
死ぬぞこれ。ちょっと待ってちょっと待って、宝箱を取ってる暇はないな。帰ろう、村がピンチなんだ、帰ろう。でちょっと迎撃戦をやったら防具もう一回目を通そう。防御力重視の方がいいかな。なんか不可能力ついてた方がいいかなと思ったけど、っていうかさ、そうか燃焼の、あ装備してるよね。でも燃焼負荷って全然燃焼にならなくね、敵。あまずは迎撃戦だな。漂流村の強化と、何を強化するんだ。スタン銅鐸、ブレイク銅鐸に改良する。いいね、これもやろう。ちょっと待ってな。さあできたぜ。でレベルは上げられないから透析器はまだないか。強化レベル上げよう。引き受けだ。さあ攻撃系はねだいぶ役立つからね。でそうするとあとデコイだな。設置数を増やして、ちょっと待ってな。お、原子肉使っちった。まあいいか貴重な原子肉を使ってしまった。ちょっと待ってね。さあできたぜ。原子肉、あいつ倒した時に手に入れたのかな。名前が分からんけど宿敵みたいなやつ。これでもうとりあえず上げられるだけは上がってるんで、よし OK だ。うわ何こいつ。北部の奇妙な獣たちはいずれも強靭な生命力を持つ。わずかな油断が命取りになるだろうって。みんな気合入れろよな。え、いやもうお前らじゃ太刀打ちできないよ、どう考えても。みんな何レベルなの。まあ、例によってまずは銅鐸の近くにいてなるべく引き寄せる。ほーらー助かりました。今そちらへ。上の上のやつらはとりあえず使うってあるから、もうゴリ押すでしょ。よしよしよし、やばい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 、こいつかよ。今そちらへ。あれ通ってる。皆さんお大事に。なんか潰れた。何の効果があるのか。うわーマジか。ちょっとここ頼んだぞ。お宅を殴って、あこいつか。懐かしいね。ドギ頼むぞ。いやドギは強いね。ウェーブは4までだよね。おお、リヒトめちゃくちゃ頑張ってんな。大したもんだ。戦況報告、戦況報告。ここが正念場だな。ドギハン劣勢、ドギハン劣勢。来たな。今投石来た。あんまり意味なくなかったか。ぶっ倒して、こっちもいるから。おおお、輝く粘液っぽい。待て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 、オラオラ。あとはすげえいっぱいいんな。いい調子です。耐えてください。かっこよくね。結構うわーいっぱいいるいっぱいいる。お上に上に、とりあえずこれ鳴らして。あれどこに行った。いた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 。絶対これあれだよ、サハボでやらないと無理だよ。ほら、あ、こいつあれか。
そうそうそう、こうなるやつだ。いたねよし、ウェーブにもなんとか耐えきったな。ちょっと1個柵がやられかけてるけど、おお、でもドギがだんだん追い上げてきてるね。見事なものね。まあね、男はね、こういうところで株を上げとかないと。ここに来てもさ、しょうがないんだけど。やれやれ、ちょっと待ってな。落石はなんか自分の近くに来るのか。そんなこと、こいつがいる。超やな、マジで。おらおらおら、こっちか。何、こっから下に降りられない。降りよ。あとこっち、なかなか忙しいね。これさ、邪魔でいけないんだけど。こいつをまず先に仕留める。いい感じ。おお、いいね。援護が強えな。やばいやばいやばい。おお、ウェーブさんもなんだかんだで乗り切ったな。おお、リヒト今回めちゃくちゃ頑張ってんな。もう一踏ん張りだ。ドギハン部長、ドギハン部長。いや、つらいで。ここにいる。あっちか。ほら。ほら。ほら。やっぱ、外が攻撃力が高いな。あ、やべえ、落車した。あとはどっちだ。こっちか。ちょっと待って、こいつをぶっ叩く。よし。ご無事ですか。ほら。プロが受け取ってください。うお、忙しすぎでしょう。ちょっと待て。ほら。てか、もうこれは使おう。おらおらおら、よし、さらばだ。これを殴っといて、倒れてる場合じゃないっていうか、こいつの。この岩野郎が、よし、あとこっちちょっと、お前らは。そう、めっちゃ攻め込まれてんな。いろんなところから攻め込まれてんね。またこっちか。またこっちか。おら、ほらほら、おお、こいつもいるのか。どんだけいるんだよ。よし、一個破壊されたか。まあしょうがない。おっと、アイテムアイテムアイテム集めよう。お、クイナちゃんビリになっちゃったね。リヒトは逆に頑張ってるけど。やりましたね、皆さん。おうや、こちらさん、
A。 OK OK。 ほんほんほん、よしよしよし。あ、忍者の妙薬ってなんだっけ。カズラカズラの苦渋結構レアだからね。修験者のなんとかがレベルが上がるやつか。忍者のなんとかは経験値かな、そうすると。ちょっとアイテムを見ていきましょう。ヒールポーションが6、フルポーション2。これどうしようかな。でもな、なんとなくボス戦に取っておきたいからな。ちょっとアドに使おう、これは。で3000、これで1万。え、まだレベル上がんないの。そっか、守りの霊薬使おう。でこれはさすがに取っておこう。龍樹の実って初か、アドルターンでは。そうだよね、ようやく北に出たところだからね。でちょっと防具。今日はどんなよ。国鉄か。基本的にもう5しか上がらないからな。もういいよ。いやー、もう防御は確かにこれでいいはずだ。じゃあちょっとまた探索、こっちがあるんで。これでモンスター復活してんのか、そういえば。あ、復活してるわ。まずこいつらは完全に下としよう。なるべくもうゴリ押しっていうのは通用しなくなってきたね。ここはあれか、こいつら来たいから、キッ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 。すげえな、突進力って半端ねえな。一発撃って逃げて。てかもうね、わかんないんだよね、そもそも。画面が。よし、レベルアップ。さてさてさて、料理を食おう。ここは経験値アップ。よし、これにしよう。まだまだいけます。参ります。そう、まあ落車にしなくてもないっちゃいいんだけどな。こっち、またこいついるのか。まあ、これはね、よし、ほら、OKOKOK。 こいつらなんかアイテム持ってる。恐竜の皮ってこいつらが落としてんのか。いるね。ちょっと一発いったらスタンド上で逃げよう。よし、これで逃げたところをラッシュをかけると。あとはこいつが一応倒してからにしよう。こいつが突進してくるだけだから、突進の兆候が見えた。あれ、毒のとしてくるのか。ちょっと待て、状態異常が半端ねえな。これはもう完全に毒になってるから、毒消しを使おう。こいつも毒になってるか。で、宝箱を回収したい。てかジャックで登れないんだけど。あれ、ラクシャ登ってるよ。結構帰らんねえし。こっちの方から行かないとダメなのか。宝箱を取ったらちょっとヒットポイントを回復させますか。いけねえし。そもそもいけねえじゃん。まあいいや、ここだ。よ
ょっと出血もあるんでヒットポイント回復させましょう。いやほんと厳しいわ。ここ今この状態だと先が結構思いやられるな。ワクワクするな。そんなこと言ってる場合か。もうこっちは必死なのに。もうそろそろよし完了。けどこれがさいけないんだよね。この段差が宝箱を本当取れないかな。いけないんだよね。本当にいけないんですよこれ。こいつは突っ込むかな。いってもうやろう。よし、あとこいつか。このいけそうでいけない何なの。380とかすげえ食らうな。よし、あとはこいつも排除して。痛い。ここはもう使っちゃうか。おー、毒になった。毒の蓄積値が半端じゃないな。こいつらもか。撤退とこう。いや、やっぱりこれね、取りたいんだよね。すげえ取りたいんだけど。あ、いけたいけたいけた。やった。ボーンネックレス3。ヒットポイントアップか。もうこうなったらね、攻撃力を底上げするか防御力をもう少し徹底的に強化するか悩ましいところだけど。お、新しいところに出たかな。パンガイア大平原。でもすげえ光景だな。平野部が安心とは限らないからな。いやすごい。いやそんなことよりさ、絶対あれ古代種でしょ。すんげえいっぱいいんだけど。荒々しいけれどとても雄大で美しい世界。そんなこと言ってる気がないぞ。私たち人間が生まれる前の地上の姿です。それはなぜこの島に。ま、とりあえず頂上から見た遺跡を目指すんだろ。ええ、この平原を西に向かって横断することになります。皆さん慎重に進みましょう。行くぜ。まずこれをぶった切って、上の方は敵がいなそうですね。これは新しいの手に入る。全然新しいの手に入らないし、これは敵対ところだからね。いや完全な平原に出るとかなりきつそうだな。広いね。ちょっと端っこの方から埋めていこう。あ、ハテナがある。ん？何何？え？なんか出てきたよ。
やばいでしょ。いやマジでやばいでしょこいつ。どうやって埋まってたのこいつ尋常じゃない大きさだな。こいつもまた古代種なのか。ええ、古代種の中でも最大と言われる竜脚類の一種です。さすがにこんな奴は戦えねえ。アドル、相手は一体だけだ。今のうちに逃げ。いや、また出てきたね。とんでもねえ世界だな。何体出てくんの？これは…どれだけいるんだよ。来るか。お待ちなさい、ヒュメル。撃たないでください。草食系か。草食系だったらおとなしいよね。お、大丈夫だ。お、古代種、木の葉、ごちそう。古代種はそのすべてが獰猛な肉食というわけではありません。彼らは体こそ大きいものの草食でおとなしい種類だと考えられています。こちらから刺激を与えない限り襲いかかってくることはないはずです。助かったぜ。逆に刺激を与えると襲いかかってくるってこと？いくらヒーロー金の武器でもあんな奴らと戦闘なんて無理だろう。そうですね、アドル。彼らを刺激しないようにここは静かに通り抜けましょう。この先はあれか。てかそもそも刺激できねえじゃん、こっからだと。超大型古代種。まずは中間ポイントがね、欲しいんだよね。間近で見ると、え、襲いかかってきてんじゃん。すげえ迫力だな。ぶっ倒す。38レベルといえば俺と同じレベルだな。おらおらおら、いっぱい。なに、強い。さすがに強い。まだまだいける。しかしここまで来たら、うっ、いて、うっ、倒す。グアナノンボ。あ、これで炎の蓄積が溜まってくの見えるじゃん。全然溜まってかないな常にさ、与え続けてないとさダメなんだけど。いや、もう倒せるぞ、ただ。ちょっとあんまり蓄積しないから変えよう装備。レッドグラブを。いや、そうするとやっぱりアイアンシールドにしよう。フラッシュガードもなあんまりやらないからな。攻撃を受けると SP 入手、これにしよう。で、エクストラ上昇はちょっと外すか。失血の耐性か。まあ悪くはないからな。これにしとこう。攻撃力も上がるし。こいつらも攻めてくるか。まずは宝箱を攻撃。止血薬。ちょっと前方に回り込んでみよう。あ、こいつは大丈夫だね。刺激をしなければ襲ってこない。ただし刺激をしなければの話。おら襲ってきた55レベルだ。無理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 。逃げよう逃げよう。いや、痛い待て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 。フルポーション使っちゃおう。うわ、もったいない。てか、ちょっと待て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 。うわー、やばい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 。早いな。うわ、来た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 。待て待て、こんなことやってる暇じゃない。これでしなる声だ、取って回復ポイント。回復ポイントマジでどこ。振り切った。
こいつは襲ってきそう。襲ってくるやつだな。鍾乳石か。よし、今のうち逃げる。でこいつはつっつかなきゃ大丈夫だから、あれこの上から行くのかな。逃げ切ったからもうあいつ怒ってないよね。いやほんととんでもねえところだなここ。あーやべやべやべ、戦士の刻印3。あれどっちだ。そんなね単調にね攻めてくるだけだと俺にダメージを与えられん。あいつだ、あいつに見つかるとやばい。あ来た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 。えどうなのこれ、戦ってた方がいいのかな。強すぎでしょ本当に。てか落差も結構減ってんな。そのバインドボイスもねダメージこそ当たらないものな。ほらよし、フラッシュガードだな重要だよめちゃくちゃ。よし来よった、ここまで来ればもう倒せる。鳥獣の皮が2つか。いやこいつも来てるね。いち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 相手にしてたらラチがあかんな。ってことはこれはこのまま上か。まずは回復ポイント、回復ポイントを本当探したい。大平原だな。あいつら絶対獰猛だよ。まずはここの鉱石をゲットして、まあ、あいつはいつもないですか。こいつこいつこいつ、いや47レベルは高えな。ここはもう人間が入れる領域じゃないな。あでも装飾、全然装飾じゃねえしあ麻痺ってる、これ完全に麻痺ってるな。一回本当に帰りたい。マジで焚き火がある、焚き火が。料理しよう。あそうか、焚き火の後ってことはそういうことか。全然そんなこと考え及ばなかった。しかも違うのかよ。もしやヒュンメルが。いや。こんなところに漂流者がいるの。なんでこんなところで焚き火してたんだろう。あれ料理できないのここ。ちょっとこいつらはなるべく刺激しないで。襲ってきてる、襲ってきてるね。かつ地図をね埋めつついきたいからね。おおやばいやばい、宝庫宝庫どこにあるどこにある。あ埋まってる埋まってる埋まってる。まあ一人そう。うわーマジかマジかマジか、こう逃げ回らなきゃいけない日々なんて。いやここやばいわ本当に。北部マジやばい、これ全部相手にできる自信がないもん。これノーマルでさ、これだったらさナイトメアとかマジやばいよね。基本的にねノーマルはね結構簡単にね進んでいける難易度のはずなんですよ。ハードモード、おなんかあれが手に入った、バンコの木みたいな。よしちょっと回収はしていきたいな。そうするとやっぱりうわ回収しつつ、痛い、バインドボイスに当たったっていうか、どこ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 、あこれこれこれ、いややばいやばいやばい、マジでどこだよセーブポイントっていうか中継ポイント。おお来てる来てる来てる、マジで自分が今どこにいるんだかさっぱりわかんない。
とにかく逃げ回ってるからな。うーん、シナルコ、うわ来てるね。ちょっと待って、こっちの方も見ときたい。あれどっちだろうな、こっちは別のエリアに進むのかな。いやそんなことはなかったな。あでもこっちもまだ先がありそうだけど、先がありそうだけど、ちょっとこいつどんだけしつこいんだよ。こっちの地もね見ておきたいのが、それが冒険家たる俺の心を揺さぶる地図を埋める、ただそのためだけに。おお、こいつらの中を突っ切る。ほら、いやなんもねえな。そう、何にもなかったとしても俺は行かなければならない。あれなんかあそこのハテナってロケーションポイントかなんか、こっちだな。あ、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。何かあるか。これこっから見るとさ、ロケーションわかんなくねえか。大老樹、大老樹かな。最高の景色だぜ。そうか、もう周りを見ると死と隣り合わせだからね。ここはロケーションポイントだけか。でも地図はだいぶ埋まったよな。よし、まあ、ジギタリスも結構貴重だからね。うわ来てる来てる来てる、速えな。もう走ってて振り切れないのはかなりきついんだよね。いてあ、これマヒルンじゃん。逃げろ逃げろ、くそ、絶対後でリベンジに来てやる。レベル50くらいになったらここの大陸を制圧しに戻ってきてやる。てかさ、レベルが上がるだけでどうにかなるっていうところがすごいよね絶対でもこれレベル上がればどうにかなるっしょ。あーやっと来たよ。その前にイベントが始まりそうだけど始まったね。でも空を飛んでたさ古代種いなくね。めっちゃ飛んでたよね。ん、何ボロい建物え、そうなの。本当に超不安なんだけど。よくこんなところで野営しようと思うよな。はあ、ようやく人心地がついたぜ。まあ確かに確かに、北部に来てから気の休まる間がありませんでしたね。おうよ、あのバカでかい古代種たちにはちびったぜ。顔があれだけ怖えのに性格は穏やかってのも意外だったな。私はリコッタちゃんをさらった古代種に驚きました。あれほど知能の高い種がいたとは研究者たちにも知られていません。やはり進化の恩恵によるものなのでしょうか。進化？ええ、種の形質や性質が世代を経て変化していくことです。どういうことだ。古代種はそもそも獣と同程度の知能だったと考えられています。しかし親が子を産み、その子がまた親となって子を産む、その繰り返しの中で彼らは高い知能を身につけた可能性があります。そのような過程を私たちは進化と呼んでいるのです。そこからそこから説明しないといけないの。そんなことがあり得るのか。実のところ証明はされていません。ただ研究者の間ではそういう考え方が主流なのです。
子供が言葉を覚えて喋るのと似たようなもんか。それは進化ではなく成長です。進化で得た特徴は生まれた時点で備わっているものなのです。アドル、分かったか。当たり前だよ、ばっちりだよ。ああ、やれやれ、わしにはさっぱりだ。ジョーちゃんは大したもんだな。最初からもっと分かりやすく解説いたしましょうか。いや、もう十分だ、勘弁してくれ。あら、それは残念ですね。どうした、おちびちゃん、眠くなっちまったか。どうしました？どこか体調でも悪いのですか？ジョーちゃんの話が難しすぎたんじゃねえか？そんな…みんな、お前たちと過ごすの、リコッタとても楽しい。古代書に捕まった時、お前たち、助けに来てくれた。うん、まあ、帰ろうとしたけどね、最初。帰ろうとしたけど帰れなかったんだよね。サハド、家族って言ってくれた。おう、覚えてるぜ。リコッタ、今父上いる。でも本で見た家族、もっと人たくさん、一緒、楽しい、温かい。リコッタ、ずっと家族欲しかった。今みんな家族みたい。そう思うと、あれ、リコッタちゃん、いいんじゃねえか、本当に家族ってことで。てか、脱出するときこいつ連れてくのかな。そうすると、まずジョーちゃんは姉貴ってとこだな。落車、姉上、落車ねえ。なんでそんな言葉知ってんの。そうですね、アドルとヒュンメルは兄貴だろう。兄上、二人も、アドル兄とヒュンメル兄。まあ、引き受けよう。でもって親父さんはいるから、このわしはおじいちゃんでどうだい、親戚のおじさんでどうだいって。親戚のおじさんだな。なんだか微妙な疎外感があるな、それ。サハドはサハドのままがいい。父上と同じくらい、いつも優しくて面白い人。よかったではないですか。これ以上ない褒め言葉なのでは。そうか。さあ、そろそろ夜も更けてきましたね。明日に備えて今日はもう休みましょう。さっき夕方だったけどさ、夜まで何してたの？ずっと話してたの？早く寝た方がいいと思うんだけどね。でも寝るってことはまたあれかな、ダーナパートになるかな。気になるな。ならなかった。最近ね、ダーナパートになるときとならないときがありますからね。お、なんだ。
見なかった見なかった、ぐっすり寝てしまったな。いや待て待て待て、奇妙な共鳴音が鳴り止まない。お、どうした？水晶石か。共鳴してんのか？これが共鳴してんの？はい、というところで、じゃあちょっと水晶石が共鳴して気になるところではありますけれども、今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。